お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの新鋭隊ロイフグデッキでやっていきたいなと思います。ちょっと前にヒースピ型でねめちゃくちゃ流行ってたデッキです。まあそれはね LSP 型というわけでやっていきたいなと思います。そしてね長かったやった展開いきましたね。はい、上位もう上74とかいってる中、なかなか展開いけず苦しみつつ、ちょっとデッキもね今シーズンマジで何使おうかなって、シーズン終了まであとね6日ぐらいかな、はい、6日切ってないかぐらいだと思いますので、皆さんもぜひトラ上げ頑張っていただきたいんですけど、デッキがねなかなか定まらないですね。なんか今シーズン何が流行ってる、何が強いって言われると結構何でもいるんですけど、なんか本当に何でもいる環境最近続いてる。まあ三獣士以外かな。三獣士だけかわいそうに全然いないんですけど、まあ、でもなんか強いて言うなら今ね枯渇環境と呼ばれてる、部分があります。多少ですけどね、まあ、ちょっとですけどなんか枯渇が結構いるんですよ。しかももうめっちゃ上にいっぱいいる。でなんでっていう、まあ、ただね僕が主に枯渇使いが上手くなっただけだと思うんですよ、ぶっちゃけ。そんな枯渇ってウォールブレイカー高回転のウッド系もいますし、なんかでもみんなね勝ち方をねもう見つけてるんですよね。そう、普通になんか上手い枯渇使いはなんかウォールブレイカーもトルネウッドとかにも勝ちますし、なんか何にでも勝っちゃう。なんかそんな感じでとりあえず枯渇環境が謎に来てて、まあ、その枯渇を枯れるのがこのデッキです。ウッドね、ウッドマジアチャが強いんですよね。まあなんかそういうデッキも最近ないんでね、ウッドマジアチャ、マジアチャもちょっと減ったからかな昔に比べると。まあなんかそういうわけでとりあえず枯渇デッキ引けたらいいなと思いつつやっていきます。そこもう一枚いるっすね。いや強すぎ。血神鋭隊してアゾ出しができるんですよ。これ相手がボムタワー出したらマジアチャで射抜くし、ナイト流してきたらナイトをマジアチャで射抜くし、ハンターとか出してきたら、まあ、ムートでねやりに行くだったりマジアチャで行くとか、まあ、今回墓石だったんでさ普通に壊すんですけど、いや墓石ってなんか嫌ですけど、さすがに墓石の方が戦えそうですね。これどっちかにユニット出したらどっちかにロイフグとか行きたいですけど、相手も程よい許容をしていきますね。で僕としてはこれロイフグで今一回行かない方がいいですよね。多分攻めてきそう。これ逆サイ攻めてもいいけど一時交換したくないですよね。でここでしっかり上を処理してからウッドとLSP いらないか、これもったいないですね。この1コス、まあ丁寧に守っていきましょう。結構守れたことな、ハンターが事故れ、いやハンターがスキを全部ねやってくれることがあるんですけど、まあこの墓石壊れたんでいきましょうか。でトルネかな、トルネだと思う。で端前のアイウィズを射抜けたらいいなとかちょっと狙いつつねやっていきたいですよね、まあ、もしかしたらバレてますけどね。いやバレてない。さあしかも地味にエリアドも取ってる。射抜きましょう。大体これにスケラ打ちにくいと思うんですね。そう。なので、形がね、なんかしっかり組めてないので、まあ、これはハンターだけでぶっちゃけ守れます。さあ、あいつが良くないですね。ババが。ババのこの竹取りがやばい。さあ、です。ちょっと相手が攻めてきたので、僕も攻める。あれ、射抜けんのかな？いや、ワンチャン射抜けるな。来た！見て！1、2でトルネか。あー、まあまあまあ。で、右サイは多分相手はもうほぼ無視というか、攻める気がないので、これもう上一瞬でちょっと処理してあげて、下を、まあ、ユニットでね、しっかり耐えてあげれば、オッケーオッケー。謎にウッドも温存できた。で、墓石が脆いので、ボムじゃないことによって今回僕はすごい戦いやすいですね。墓石、いや、来ない、温存してますね。これ攻めウッドしてもいい気がします。いや今のマジアチはちょっともったいなかったな、僕は。いや、いいトルネだ。逆行っちゃった。さあ、2000か。まあ、耐えれるとは思いますけど。耐えれるとは思う。端前ナイトスケラ、ベビースケラを警戒して。よし。さあさあさあ。いや、このね、形を作れば相手は絶対攻めれないので。なんなら、こう行っちゃって、相手両サイで守んないといけない。いい感じのウッドを決めてあげて。いや、いいよ。豚が頑張る。これ、ナイトぐらいもう一個出てこねえかな。出てこい。
出てきたら居抜けましたけど、まあ相手がね、墓石なことによってめちゃくちゃね、楽に勝てましたね。まあボムでも、なんか今みたいな立ち回りというか、もっとこう、ローフグを待って、相手がボムを割いたら、それをマジアチャで壊したりだとか、まあムートで壊して、まあ、その後のね、ローフグ飛ばすだけで、相手意外と結構しんどいんでね。まあ今みたいな防衛で、結構勝ってると思いますね。なんならこう、ボム系にも相性いいっていうか、戦えるのが、このローフグデッキの強みなんですよね。僕よくローフグ使うんですけど、マジボム、強すぎなんですよ。ここ最近ボムタワー、真面目に下方してよくねっていうぐらいすごい優秀で、ボムにマジで狩られまくるんですけど、マジアチャーがいることによって頑張れるっていう。まあ、そんなデッキですね。よいしょ。さあ、D が、こうやってバルーンですね。なんかちょっと変わったバルーンデッキだった人です。いや、このね、今日好きやっすね、僕は。なんか、トリトンがいないターンなんで、なんかどうにもできないっていう。これ、端前止めないと、ちょっとやばい気がします。いやー、もったいないな。まあ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 。さあ、ハンター、キョスケ。で、まあ、トルネを使ってくる。まあ、バルーンにハンターを使えばいいだけなので、僕は。まあ、それまでのんびりしとけばいいのかな。でも、のんびりしてると、相手、キョスケ、ディガーまであるんで、ちょっとワンパンされるのが怖いですよね、僕としては。そう、キョスケ、バルーン、ディガーとかで、ワンパンされるのが嫌なので、まあ、僕としてはちょっと早めに大ダメージを与えちゃいたい、みたいなのはありますよね。なんかスケが出てきた。逆だな。さあ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 。まあ、マジアチャを出して、まあ、トリトンで引っ張りつつ、これ、まあ、トルネでもしかしたら、マジアチャ、どっか行けっていうのをされるかもしれないですね。うん。される。まあ、血神衛隊から行きますか。本当はね、血神衛隊するときに、マジアチャがいるんですよ。マジアチャいると、いや、これを追い抜けるんですよね。このボムが4アド美味しくなるんで。良くなかったかもしれないんですけど、さ、ボムもある。なんか、鉄壁じゃね気合で頑張りましょう。トリトンが相手いたっけ？それだけをちょっと覚えたかったんですけど、いなかったならいなかったでいい。さあ、で、射抜いて、これトルネ、重くて無理だと。オッケー。やばい、LSP しとけばよかった。いや、これボムか？いや、やばい、これ。ちょっと待って、みんなどうやって通そう、これ。で、ハンターかスケ。よし。いや、うまい。うん。いや、だもう一枚これ間に合わないでしょ。いや、間に合うんかい。言い抜きましょう。で、まあ、ボムか。あ、これ、まあ、相手が雪玉なんで、僕のマジアチャ無双は、ワンチャンありますね。いや、結構頑張ってこれなんでね。結構頑張ってこれってやばいっすね。これ、はじめバルンディガーでワンパンとかあるかな。いいくん、まあ、見てくる。さあ、いや、怖いっすね、僕は。相手一回防衛のサイクル。あれ、キョスケが来ると思うんですよね。お、キョスケをトリトンで引っ張る読みボムタワー。さあ。なんか、ボム咲いたっすね。ローグ飛ばす。なかなかなんか、シービューな流れですよね。あ、出た。ケツバルーンだ。いや、ケツバルーン結構強いんですよね。なんかする人多分あんまいないんですけど。2周目とか回される？いや、ウッドすればよかったな。やっぱ、ハンターを引っ張る攻めなんかをしないと、僕はね、勝てない気がする。キョスケ？キョスケ犬来てえな。いや、このマジで逆っすね。で、ディガー真下に飛んできて、みたいな。雪玉か。さあ、これは、ワンチャンス。
チャンスにも見えるが、今日隙が固い。いや、これはチャンス。これチャンス。ゴー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 、レッツゴー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 。これ、絶対間に合わない。よしよしよし。ハンター。打ったが遅い。ジジイか、俺はマジで。いや、でも、これ相手ボムが間に合わなければ、いや、間に合ってる。いや、けど D が拾ってる。来た。危ねえ、来た。さあ、グッドゲームと。いうことで、いや、でかいっすね。この、マジアチャとムートの、ボムへのね、気合がちげえ、マジで。危ねえ、マジで負けたと思って、今のは、ちょっとやばかったっすけど、まあでも、でかいですね。2連チャン。あ、さっきボムじゃねえか。はい。ボムじゃなかったっすけど、まあ、ボムにも勝てるのが、強み。もうさっきも同じようなこと言ったっすね。はい、というわけで、さあ、どんどん行きましょうか。来ました、3戦目かな。ツイッチ、あ、出た。このなんか読み方非常に読みにくいんですけど、この人ね、結構上手い人っすね。なんかいろんな大会に出てる人です。よいしょ、ウッド。何使ってんだろう。なんか高回転のイメージあるんですね。ウォールブレイカーとかロイとか、なんかそんな気がする。まあ、とりあえず決心でやっていきましょうか。これ、ケツスパされない限り、ケツ新エタはね、結構やり得っすね。ま、うん。あれ、マジアチャで射抜くか、ムートで行くか悩むっすね。マジアチャにします。ロイの気がするなぁ。ファイボがタルババ。いや、ここは見て、LSP で地味に延命して一発稼いだ。まあ、ロイっすね、これは。多分。キョロイの可能性もあるか。てか、タルババ、キョロイか。さあ、キョスキエロイ時代ですね。まあ、頑張る。相手のスペルがクエイクかファイボーで世界変わりますね、僕としては。マジ、相手のスペルゲーですね。さあ、痛えな。結構痛えな、お前。入りすぎだろっていうぐらい入ってんな。いや、ここで、マジ、クエイクでお願い。ファイブが、いや、クエイクだ。いや、でっけー。なんか最近ファイブ型が結構いるんですよね。いや、これ、LSP、お、LSP、これ13だったら、今絶対あれっすよね。いや、これ絶対トリトン来るよな。いや、いい。ロッコスロイジェだった。LSP13 だったら今、マジアチャ残ってた説ありますよね。なんか12の方がいいとか言われてましたけど、13の方が結局、あれなんですよね。ゴブリンバレルをこう、ゴブリン一発、圏内にできるとか、結局なんかね、13の方が強い説が、まあさすがに、ありますよね。さあ、マジアチャでちょっと射抜きつつ、これなんか横に来るでしょ？さあ、ウッドといい感じに組み合わせて、そうハンターをなんか適当な位置に出しちゃった。これちょっと延命間違った。まあよく頑張っている。これ攻めていいっすね。で、逆サイドをあのハンターであの巨石を溶かせるんですよ。いや、これがねめっちゃでかい。で、今ハンター咲いたんでちょっと怖いですけどね。やばい。ちょっとやばい。トリトンが。やばい。え、待って、クエイク圏内になる。え、ちょっと待って。え、そんなバカな。あれえ、ちょっと待って。そんなバカなことある。もう今。あれ最悪だ。もう勝ったというか、もう勝ち確。いや、しかも今20しか引かれないから、めっちゃ大トロだったんですよ。いや、やば。え、なんでトリトン、あれだな、今最後、逆サイドに出してたんですよ、低めの。高めだと、何回で竹取られるから低めに置いたんですけど、同サイドに出して低めハンターでよかったっすね。低めトリトン、低めハンターでよかった。やったっすね、マジで。もったいな。なんか勝ち確、あれ、5だったら、多分理論上勝てないんですよ。そう、理論上。ゼロではないとは思うんですけど、クエイクだったんで、なんなら相性よかったっすね。
いや、もったいねえっすね。なんで今シーズン流行ってる、意外にもキョロイとかにも枯渇にもいけて、クロスにも戦えて、いや結構ね、こう、まあ、一周回ってと言いますか、環境にね舞い降りてきた説があるんですね、このロイフグは。いやー、いて響く、40響きますよね、はい。まあ、もう一回40取ればいい話なんで、僕の場合はね。さあ、やラストやっていきましょうか。同じような名前のやついっぱいいんな、これ。これ、スケラーをね、使ってる人が、なんかこの名前にしてて、多分そのクランができて、みんなね、この名前になってるんですよね。多分。なんで、スケラー、確定ぐらいのスケラーだと思うんですけど、まあ、こんなにスケラーがいるなら、マザーネクロ使いたいし、みたいなことも思いつつ、これナイトをマジアチャで射抜きたいんですよね、ほんとは。いや、これ射抜くの違うかな。でも射抜きたいっすよね。射抜きたいなら射抜いてしまえ。よし。いや、これ、しかも、うい、うい。いや、強。いや、このね、初手戦確定みたいな。初手戦確定でダメージ与えれますよ、戦術。やばくないですか。死に対して、相手は分かんないから、普通に後ろからね、待ってきてて。気分が良ければ届いてた。気分次第、これは間違いなく。あー、やばい。こんなロイフグ近畿で結構痛いですね。LSP 飛ばした僕が悪いです。さあ、まあ、マジアチャで犬行ってください。さあ、今回そしてゴボリ型ですね。まあ、ゴボリの方が嫌なのかな？これどうなんだろう。とりあえず新エタしますか。マジアチャいれば、スケラ抑えられそうだし、と思いつつ、いや、マジアチャにポイズン打たれるんですよね。どうだろう。さあ、逆サイドの、こうなんかね、絶妙な位置にマジアチャを出してあげて、いや、うまい。そのポイズンは、なかなか、おっしゃん。いや、僕はね、これ飛ばしたらやばいかなーと思うんで、一回飛ばさずウッド削りで耐えます。いや、あと2300って世界一遠いっすよね、これ。クララの2000って世界一遠いっすよね。よしよし、ここ端前で止めたことによって、このね、相手のスケラを結構抑えられるはずなんですけど、いや、バカみたいに入ってんな、お前。入りすぎやんっていうぐらい入ってた今。いや、こうなるとダメージ追いつかれちゃうんで、僕はもう逆サイド攻めるとかしていかないといけないんですね。いや、痛えなあ。マジアチで射抜きたかったな、あれ。いや、射抜いてもいいのかな。いや、これやばいな。今回相手はちょっとうまいっすね、折り。これも一回多分トルネポイズンだと思うんですけど、非常に流れがね、折りがやっぱりね、嫌なんすかね、もしかしたらなんですけど。このマッチョが、マッチョマジで強い。いや、でもこれは親衛隊して、端前マジアチャフィーバーだけど、絶対分かってるから、この高めの、あれなんですよね、ベビなんですよね。いや、あそこのベビドラがね、やばい。いや、勝ちたい。さすがに勝ちたい。アイウィズのダメージ入れれない。入れちゃってる。なんで？まあ、我慢比べみたいなもんっすね。先に攻めちゃうと終わる気がする。いや、これやばい。やばい、スケラというか、ベビドラが、ベビドラがずるい。ベビドラずるい。ベビドラずるい。ちょっと待って。終わる終わる終わる。終わったくせえ、しかも。ワンチャンありそう。気合のムート追加、ナイトかな。延命？延命できない。あ、これ、相手うまいと、これ、無理っすね。一個も通んねん。なんでやねんっていうぐらい通んなかったな。うわー、待って。環境いいと思ったんですけどね。まあ、遅延スケラがいるなら、俺のね、マザーネクが火を吹くぜ的な感じで、マザーネクロをちょっと使おうかな。ベビドラっすね、これも。最強が。また檻か。
いや、もうちょっと戦いたかったな。結構うまいっすよね。相手のなんかベビーがね。やだ。これ一生生きてんの、あのベビドラ。やばくないですか。で、ロイフ飛ばしてもごぼうり置かれる。やめてけろー。やめてけろー。まあ、そういったわけでね、ちょっと今シーズンも、まあ、トロ上げ、苦しみつつ、まあ、頑張ります。いや、マジで、そろそろ、一桁取りて、僕一桁は今までで一回しか取ったことなくて、あれなんですよね。もう3年前ぐらい。マジでやばい。なので、ちょっと頑張ります。はい。というわけで、皆さんもぜひよければね、この支援体力使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。